ネギシステークスは日本中央競馬会が東京競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名のネギシは横浜市中区の地名で江戸時代末期に日本初の近代競馬場であるネギシ競馬場が設置されエンペラーズカップや横浜農林賞商店4歳小馬などの大レースを含め1942年まで競馬が行われた。 跡地はねぎ市森林公園、ねぎ市競馬記念公園として整備されている。聖賞は地方競馬全国協会理事長賞。2021年現在、JRA が施行するダート重賞では3番目に長い歴史を持つ競争で、1987年に4歳以上の馬による重賞競争として創設された。創設当初は11月に東京競馬場、 ダート1400メートルで行われていたが、1990年にはダート1200メートルに短縮。1994年から2000年は東京中日スポーツ杯の名称が付けられていた。その後2001年にダート重症路線の整備が行われた際、試行時期を1月下旬から2月上旬に変更の上距離も再びダート1400メートルへ変更。これにより、 フェブラリーステークスの前哨戦として位置づけられ、2014年からは、本競争の一着場にフェブラリーステークスの優先出走権が付与されるようになった。外国産馬は1990年から、地方競馬所属馬は1996年から、それぞれ出走可能になったほか、2005年からは、外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は、 2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別、定2021年の1着賞金は3800万円で、以下2着1500万円、3着950万円、4着570万円、5着380万円。距離はすべてダートコース。優勝場のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。 重症競争が創設される以前に同盟の特別競争が行われている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。